ちゃんくん、おはよう。すごい声だね。おはようございます。ラブくん、シオンくん。譲渡会から今日は水曜日になるから3日経ったね。ラブくんの方は新しい里親さんが手を挙げてくれました。なので、もう数日後には、お試しというかね、お届けしてトライアルっていうのになりますよ。しおんくんは、来年のお正月過ぎるまではまずはうちの子としてここで元気に暮らしましょう。そしてあんずちゃん、あんずちゃんはしばらくうちの子ですから、つい何日か前にね、生放送中にあんずちゃん、まおいママになでなでされて出れたでしょう。あれ収録できてないんですよ、こっちのカメラでね。今日あたりまたちょっとチャレンジしますのでよろしくお願いします。じゃあ今日はちょっとケージの中が汚れているので、ラブくん、シオンくんを外に出す前に、まずあずちゃんのとこをきれいにしちゃうね。ちょっと待っててね。
じゃあちゃん君は、そこにいる。はい、これからラブくんシオン君を外に出しますよ。はい、はい、解放。まずそこ行ったね。シオン君はなぜ見てる方ですか。はい、
しお君たちはこそこそ話のマオイママと一緒に遊んでいますが、もう全然声出ないみたいですよ、ママさん。そしてその間、ちゃんくんはいつものこの場所で避難ですね。はい、ちゃんくんこっち向いて。逆。はい、いちごの帽子。そしてポンちゃんはベッドでゆっくりしています。昨日ですね、この今あるこのベッドの前に使っていた、霜降りって呼ばれているピンクと白の、柄のベッドを、ポンちゃんが入ったよっていう連絡が、クロケンパパ、マオイママが2人でやってる会社の、メールアドレスに届きました。おうと思ったら、ユーストの方でですね、ずっと見ててくれた方が、僕たちが気づかない間に、ポンちゃんが入っちゃったみたい でそこにジャン君が入れなくて困ってますよっていうのをいただきました。で早速見たら、ご飯がですねそのままこう塊としてこの中にありましたので、きれいに今洗っております。ありがとうございました。わざわざですね、連絡の仕方がわからないからいろいろ探してくれたみたいで、大変助かりました。本当に気がつかないうちにそういうことって起きちゃうことがあってですね、今、ちょっと小ぶりなんですよね、あの霜降りよりもね、このベッドはね。なのでこのキツキツの中にジャン君とポンちゃんは、ポンちゃんなんかお尻を半分はみ出しながら、ここで抱き合って寝てました。ラブちゃんもおいで。はい、いい子だ。はい、シオンくん。はい。Mm-hmm.